椅子の前に立っていただいて、足は腰幅に立ちましょう。はい、両手は、椅子の背もたれを持っていただいて、背筋を伸ばします。膝の方は少し曲げていただいて、はい、股関節から少し折れるように前かがみになります。そこでかかとを少し上に上げてください。かかとを上げたところから床にストンと落とします。はい、2、3、4っていう具合にかかとをストンと落としていきます。これによって股関節の方に刺激を与えていきます。しっかりと体で全身でこの衝撃を受けましょう。はい、実際には30回頑張ってやってください。はい、じゃあ椅子の前に立っていただいて、足は腰幅に立ちましょう。背筋を伸ばしていただいて、両手は前の椅子の背もたれを持ちます。姿勢は少し背筋を伸ばして、目線は上を向きましょう。膝を軽く曲げていただいて、そこからゆっくりお尻を後ろの方に下げていきます。一度止めます。ゆっくり戻していきます。はい、2回目、はい、2、2、3、4、止める。で、そこから戻っていきます。せーの、5、6、7、8、はい、3、2、3、4、呼吸を止めないように引き続き続けてください。はい、4、2、3、4、5、6、7、8、呼吸を止めないように、しっかりと太ももの前、お尻を使っているのを意識してください。はい、次は椅子に座った状態で、椅子の少し前の方に座ってください。足は腰幅になります。背筋を伸ばしていただいて、これも同じく目線は少し上の方を向きましょう。次は両手をおへその前に置いていただいて、そこからお腹を少しへこますように引き上げていきます。そのままで腹筋、背筋を使って姿勢を維持しましょう。呼吸は止めないようにゆっくり呼吸を続けてください。目安としては20秒から30秒間そのまま姿勢をキープしましょう。はい、一度ゆっくり緩めていただいて、次2回目いきます。はい、じゃあお腹を少し引き上げるようにして背筋を伸ばします。腹筋と背筋で背骨をしっかりと支えましょう。呼吸は止めないようにゆっくり続けてください。はい、ゆっくり緩めましょう。